いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりですから、ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にご注文はございますか？こちらでよろしいですか？他にまたのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりですから、ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にまたのご来店をお待ちしております。エイレキシー、お客さん何握りでしょう？この握りでよろしいですかい？えいお待ち。次は、ナイスアイデリI'm sorry.
しぶりね、クニオ。蓮舫の長谷部さんがとってもいいことを教えてあげる。花園から女の子をさらったのはうちの学校、蓮舫学園の龍一龍二よ。女の子は校舎の一番上の階の一番右の教室に閉じ込められているわ。でも助けるためにはあのダブルドラゴン兄弟と呼ばれている龍一龍二を倒さないとならないの。彼らとっても強いわ。パワーアップしないと痛い目に遭うわよ。あんまり無理しないでね。私は蓮舫の生徒だけど、国を応援するわ。絶対負けないでね。約束よ。
ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にまたのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりでしたらご注文をどうぞ。こちらでよろしいです。他にまたのご来店をお待ちしております。
いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりですから、ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にまたのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりでしたら、ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にご注文、またのご来店をお待ちしております。お前らがこんなに強いとは思わなかったね。小林さんは工場の一番奥の部屋。
ございます。こんにちは。お決まりでしたらご注文をどうぞ。またのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。足に合ったものをお選びください。またお立ち寄りください。よっしゃよし、どれも生きがいいですぜ。また寄ってくるぜ。よっしゃよし、どれも生きがいいですぜ。これでよろしいですかい。えい、毎度、他にも何か。また寄ってくるぜ。私が霊峰四天王です。
私が霊峰四天王のヘッド、ここに。霊峰の門は、郷田が守っている。奴の頭突きには、いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりでしたら、またのご来店をお待ちしております。さっきは洋風もやってくれたな。覚悟だ。覚えてろ。結局こうなっちまうんだよな。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりでしたら、ご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他に、またのご来店をお待ちしております。
僕もやつ。覚えてろ。結局こうなっちまうんだよな。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。What?
さっきはよくもやってくれ。覚えてろ。結局こうなっちまうんだよな。さっきはよくもやってくれたな。覚えてろ。結局こうなっちまうんだよな。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。いらっしゃいませ。こんにちは。お決まりでしたらご注文をどうぞ。こちらでよろしいですか？どうもありがとうございます。他にまたのご来店をお待ちしております。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。お、いらっしゃい。いつもより早いですね。入っていくのかい？いつでも入りに来なよ。
へ入ることは俺強いな。お前らならあいつに勝てるかもしれんな。けん兄弟は後者にいるぜ。結構僕の山そんなパワーだな。俺の悪のパワーが通用しないなんて、ゲロロンパー。昔から国をだけには負けたくなかった。お前と仲間だった時もそう思ってきた。だが、さすが熱血硬派だ。俺なんかより一回りも二回りもでけえぜ。全国統一か。俺はまた一から出直す。今度会う時はこうはいかないぜ。よーく覚えとけよ。国を取り木によって霊峰の、いや山田の計画は消えた。そして霊峰の支配下にあったいくつかの高校にも自由と活気が戻り、生徒たちは何事もなかったかのように毎日を送る。悪夢から覚めた霊峰には山田の姿はなく、また山田を思い出す者は
誰もいない。